皆様こんばんは、豆腐です。さて、今月の6本目ということで購入させていただきました。こちらのウイスキーを開封、そしてテイスティングしていきたいと思います。それでは早速参りましょう。こちらはですね、ラダーの代表である北梶さんのセレクトしたザ・テイスターシリーズのグレン・グラント24年となっております。テイスターシリーズはですね、ウイスキー業界でも屈指と言われるテイスターの方だったりとか、マスター・オブ・ウイスキーの方だったりが選んだ樽をボトリングしたシリーズでして、選ばれた方のですね、プライドだったりとか情熱、いろんな思いもですね、一緒に詰め込んだシリーズとなっております。まあもちろんですね、このボトルに限らず他のすべてのボトルに同じく力を注ぎ込んでいらっしゃると思うんですけれども、その中でもですね、よりこう前面に、そういったところをですね、歌っているシリーズになっております。で、個人的にですね、北梶さんのことはですね、すごく大ファンでして、リリースされたウイスキーがですね、どれもすごく美味しいなというふうにいつも思っております。本当はですね、リリースされたボトルはですね、全部購入したいところなんですけれども、やっぱりすごく人気だったりとか、まあ金銭的な問題だったりとかもあってですね、すべてを購入するというのはちょっと難しいので、その中でですね、僕の買える範囲で北梶さんのセレクトされたボトルというのを楽しませていただいております。そんな北梶さんがですね、セレクトされた今回のグレン・グラント、絶対うまいでしょうというふうに思っております。スペック的にはですね、1997年蒸留の2021年ボトリングのグレン・グラント24年熟成で、樽はホウスヘッドですね。で、アルコール度数が 49.6%。で、税込み 39,600円。ということでですね、決してお安い価格ではないんですけれども、北梶さんセレクトのグレン・グラントということで、しかもテイスターシリーズということで、今回奮発して購入させていただきました。もう本当にですね、このグレン・グラントは、リリースがですね、発表された時からずっとですね、楽しみにしていたので、今回無事購入することができて本当に良かったですね。ということで、早速開封していきたいと思います。それでは、こちらのですね、グレン・グラント24年開封していきたいと思います。まあ、この毎度ですね、このペリペリをするときはめちゃくちゃワクワクするんですよね。いや、その中でもですね、今回は特にワクワクしてますね。で、意外とですね、グレン・グラントのボトラーというか、こういうボトルはですね、持ってなくて初めてなので、どんな感じなのかかなり気になりますね。すごい。さあ、それでは開封したいと思います。うおー、びっくりした。思ったより緩くて焦った今。この音がいいですよね、開封したての時に出るこの音。ということで、早速こちらのグレン・グラント24年、テイスティングしていきたいと思います。それではまずは香りから嗅いでいきたいと思います。うお、これはやばいな。まずですね、穏やかな香り立ちですね。すごく穏やかで、なんかですね、柔らかい木の香りがしますね。ふんわりと香るような、木の香り、優しい木の香りがすごくします。で、その奥にですね、少しなんかこうわずかに接着剤っぽいような、溶剤っぽいような香りも少しありますね。あとはシードルですかね。なんかそういうリンゴ感があるんですけど、リンゴのそのフルーツっていうよりかは、なんかこうシードルっていう感じですかね。あとはバナナかな。バナナの感じもちょっとありますね。1枚目の皮を剥いた時のバナナの香りみたいな感じですかね。あと、これちょっと、パティシエの人とかしかわかんないかもしれないんですけど、アンビベっていうのをしたケーキ生地の香りですね。まあ、アンビベっていうのは、まあ、スポンジにですね、なんかこう、例えば、キルシュとかみたいな、そういう、リキュールっぽいお酒を吸わせるんですけど、そうすると、こう、
ケーキ生地がしっとりするんですね。その時のこの香りですね。なんかこう、スポンジケーキの香りに、なんかこう、少しリキュールを含ませたような香りですね。あとは、アングレーズソースっていうのがちょっとあるんですけど、なんかこう、バニラの香りのついたミルクソースみたいな感じですかね。簡単に言うと、アングレーズソースの香りがするな。めちゃくちゃいい香りする。すごい。これはうまい。絶対うまい。それではですね、飲んでみたいと思います。いただきます。うまい。これはうまいな。ちょっと待ってよ。これどう、すげえ、これ。うますぎる、これ。ちょっとこれは、すごいな。なんだろうな、これ。なんか、口に入れた瞬間の、なんて言うんでしょうね、この、液体なんで、そういう感じがあるはずはないんですけど、なんかこう、口どけがいいというか、こう、口に入れた瞬間にふわーって、なるような感覚があるんですよね。ものすごくなんか洗練された液体というか、なんだろう、僕が今まで飲んだウイスキーの中で、最も繊細に感じましたね、僕の飲んだ中ではですけども。なんだろう、桃感あるんだよな。桃いますね、僕的には。で、なんだろうな、桃もあるし、なんかこう、すごく優しい甘さの果物がいますね。フルーツって言いたくない。なんか、果物って感じ。わかります?なんか、果実感っていうのかな?果肉感っていうのかな?なんかそういう感じがすごくしますね。なんか、僕の感覚で言うと、フルーツっていうと、ちょっとこう、ゴロゴロっとした、物体みたいなイメージなんですよね。で、果物とか、果実で、果物っていうと、なんて言うんでしょうね。なんかこう、柔らかい果肉から、こう、滴る、凝縮した雫というか、なんかそういうイメージが僕の中であって、そういう感覚ですね。なんかこう、桃とかをこう、剥いてる時の、やっぱどうしても少し潰れるじゃないですか。その潰れた時に、こう、自分の手とか、この辺からこう、ほどって垂れる、この雫の感じっていうんですかね。その感じがすごくする。めちゃくちゃうまい、これ。で、なんだろう、セルフィーユってわかるのかな?フレンチとかでよく飾りに使うなんか、定番のやつがあるんですけど、あの感じ、ちょっと、爽やかだけど、別に、特に主張もしてこないというか、なんかほんのり爽やかぐらいの、なんか、ハーブ感っていうんですかね。すげえ、これ。で、めちゃくちゃ、厚みがあるのに、軽いんですよ。なんで?これ。なんかギャップがすごくて、本当に軽いのに、奥行きがすごいから、いい意味で違和感がありますね、これは。だからこう、口当たりとか、口どけっていうので、感じた軽さに対して、味の情報量がすごく多いので、なんでしょうね。難しいけど、めちゃくちゃうまいのだけは間違いないですね。びっくりしたわ、これ。で、このグラス内の香りはもう完全に桃なんだよな。ちょっと時間が経ってきて、もう完全に桃ですね。すげえ、これ。あ、うま。マジか。こんなうまいことあるかっていうぐらいうまいですね。いや、びっくりした。星の数ほどある樽の中から、これを見つけ出す眼力というか、っていうのはもう、ちょっと、すごいですね。感動さえするレベルですね、これは。びっくりする。めちゃくちゃうまいな。飲みやすいんだよな。うまいな。もうこれしか、うまいなしか言ってないんですけれども、めちゃくちゃうまいですね。まあ、ラダーさんはですね、東京の方に実店舗ついこの前できまして、そのうちですね、東京に僕も行った時に、ぜひお伺いしたいなというふうには思っておりまして、その時をですね、すごく楽しみにしております。で、ちなみにですね、こちらのボトルですね、現在まだ購入できますので、探していた方、もしくはこの動画を見てですね、気になった方はですね、概要欄の方にリンクを貼っておきますので、ぜひですね、チェックしてみてください。めちゃくちゃうまいです。お値段はしますけれども、
マジで買ってみていいんじゃないかなって言いたい。僕はおすすめしたいですね。はい。ということでですね、今回の動画は以上となっております。いかがでしたでしょうか？この動画が良かったらですね、高評価、チャンネル登録もぜひぜひお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。